でも今までとは何もかも違うとも感じているの。最初の海水浴とも、今までにしてきたどのデートとも。それもあるんでしょうけど、それ以上にね、今までも心が通っている感覚はあったわ。今日はもうそれ以上の感覚があるの。お互い他の誰にも見せないところを見せ合って重ね合わせた経験を経たからか、胸の高鳴り以上に安心感のような、しっくりくるようなつながりを感じるの。聞きたいわ。頑張って頑張って。それも頑張って。そうね、本当にそうだわ。身も心も結ばれてるってこういうことなのねって今日はずっと感じてる。その息にあなたと達することができたのがもうたまらなく嬉しくて、これからもどうか何度となくこういう時間が過ごせますようにって。え、祈るんじゃなくて努力しないといけないわよね。この前アマネとリーンをしている時にね、男性は基本釣った魚に餌をやらない生き物みたいな話が出たのよ。でも一面の真理でもあると思ったわ。そうじゃなくて、むしろ私の話、あなたが餌をあげ続けたくなるように、つまりは飽きられないように、私は今後も努力しなきゃって思うの。耳まで真っ赤だわ。もう私もまた惚れ直しちゃったじゃない。そう思ってくれているのに今日は求めてくれないのね。歩いている最中、そういう施設の前だっていくつも通ったでしょ。それに私の体ももう大丈夫って分かっているはずなのに。あら、どうして。もうパツイチかまして物にした女なのに。これはくるみとのリーンだったかしら。あなたがそういう人じゃないのはもちろんわかっているけど、それでもそう思っていることをきちんと言葉にしてくれるあなたがますます愛しいって。抱きたくなった。そんなストレートに聞かれても困るわ。するんだもの。
には